皆さんこんにちは、ゆっきーチャンネルです。本日は佐野ラーメンさよしさんに来ております。本日は台風のため大雨でございます。こちらの店主さんは実は佐野ラーメン予備校の卒業生とのことです。本日も事前に撮影許可をいただきまして撮影させていただいております。それでは入店いたしましょう。店内は広々としていてお座敷もあります。お子様連れでも安心のお店となっております。そして外からも見えるこちらの製麺所があります。紙エプロンやブランケットも完備されておりました。さよしさんのインスタグラムもチェックしてみてくださいね。それではメニューのご紹介です。ランチセットは平日のみですのでご注意ください。お先にななみのお子様ラーメンセットがやってまいりました。なんと未就学児は無料とのことです。とってもありがたい。ななみは小学校3年生ですのでこちらは300円になります。それでもお安くてありがたいです。ちなみにこちらの学生ライスは無料でいただくことができました。それではななみちゃんからいただきます。麺は手打ちのこの佐野ラーメン特有の青竹踏みの自家製麺、熱々の麺をいただいております。でも美味しくて満足。そしてスープは醤油になっておりますが、お子様用に少しマイルドな感じに仕上がっております。ここで餃子が到着いたしました。見てください、この大きな餃子。それではいただきます。熱々のこの大きな餃子、まずはそのままいただきます。激熱。肉汁が溢れる。具がたっぷりで美味しい。さあお次はこちらの卓上にあった酢とお醤油とラー油でいただきたいと思います。キャベツもたっぷりなこの餃子、こちらの自家製餃子もおすすめの一品だそうですよ。本当に熱々で肉汁がたっぷり。生姜の香りがとってもいい。美味しいです。あっという間に食べちゃった。さあチャーシュー麺大盛りがやってまいりました。私はこの醤油味のチャーシュー麺にいたしました。なみなみのスープ、鶏ガラ、豚ガラ、香味野菜などを煮込んだスープは
かえしに魚介の旨味も加わっております。楽しみ。麺はもちろん自家製麺、そしてこの豚バラのチャーシュー、さあこちらの醤油のチャーシュー麺いただきます。まずはスープから。とっても美味しい。そしてたくさん入っているので、このチャーシューからいただきます。今にも崩れそうなこのチャーシューは柔らかくてとっても美味しい。メンマは穂先メンマになっておりました。柔らかくてコリコリしててとっても美味しいです。佐野ラーメンのこの麺、青竹で踏んだこの手打ちの麺は不揃いでもっちもちで美味しい。本当につるっともちっと佐野ラーメン美味しいです。こちらはパパは塩チャーシュー麺にいたしました。何やら塩チャーシュー麺にはこちらがついておりましたよ。こちらも透き通った綺麗なスープ、昆布も加えてあるそうです。チャーシューは同じ豚バラ、麺も同じ自家製麺となっております。さあパパの塩チャーシュー麺を味見させてもらいます。醤油と違って動物系と昆布の旨味が強く出ております。そしてこちらにはわかめが入ってました。同じ鶏ガラベースでもこんなに変わるんですね。おいしい。こちらは自分の醤油のチャーシュー麺、熱々の麺、このツルツルともちもちのいい感じの麺とシャキッと穂先メンマが最高に合います。チャーシューはお箸で持てないほどほろほろ、やっとつかめたこのチャーシュー、めちゃくちゃおいしい。チャーシュー麺には柔らかい豚バラロールのチャーシューが6枚も乗っておりました。そしてこの醤油スープは鶏ガラベースだけど魚介の旨味がよく効いております。ここで気になっていたこの小鉢、梅のペーストでした。パパに分けてもらいましたが、すごくさっぱりして味変アイテムで美味しかったです。梅と昆布だからよく合いました。
麺も結構食べましたが、なかなか減りません。ここでパパとお話、大盛りにしたから結構あるねって。だけどこのホロホロのチャーシューと一緒に食べることでどんどん進んでしまいます。何よりスープが美味しい。さあここで麺も残りわずかとなってまいりました。今回いただいたさよしさんの佐野ラーメンは今までのイメージと少し違いました。新しい感じ。さすが和食の道で何十年もやってきただけありますよね。冒頭にも言いましたが、こちらのさよしさんはあのラーメン予備校のご出身で、今年の3月10日佐藤の日にこちらのお店を開店されました。ここで麺も残りわずか。最後まで綺麗にいただきたいと思います。はい、完食。ごちそうさまでした。みなさんこんにちは、ななみです。いつもゆっきーチャンネルを見てくださってありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタン押してくれたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。 SNS のフォローもお待ちしております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。そして次回からの動画の更新は毎週金曜日夜8時からになります。次回もまた見てくださいね。それではまた会いましょう。バイバーイ。